蹴る走り方をすると後ろに地面一生懸命頑張って蹴ると足が大きく動いて降りるときにつま先、後ろに大きく蹴ると前の方つま先、これが前に進みたくてもブレーキの動作につながっていて実際には速く走れない。膝を畳んで上から押す、膝を畳んで上から押す、どうしても蹴ると速く降りてきてつま先で、蹴るとつま先でつく。なので蹴る走り方はであったりつま先を重視した走り方は前に進みにくい、速く進みにくいということになってます。手をつぶって足だけ、後ろに蹴って畳んで回すので大丈夫。これだと前には力が加わらない、もしくは走っていてもつま先でブレーキがかかっている